主食は草。どうもトイズキングホルミです。私の前にあるのは何でしょう。ほっ、わー、ホットトイズのアイアンマン、ハルクバスター、ハルクバスター。で、これエイジオブオルトロン、ウルトロン、アルトロン、ウルトロン、うん、でございます。首がないよ。これ開封してあるので開けて見てみましょう。遊びましょう。ふひぃ、出ない。こうだ。Oh my god! Sure, はい、これ、こちらに入っております。やっぱり重いね。あ、普通のやつよりこれ軽いな。これホットトイズ？あ、本当だ。ホットトイズでした。あー、これ動かないのね、足が。なんか、ビャン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 って。ウィウィウィ。ブルン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 。なんでやねー。あー、これ関節だとか動かないのね。かわいそう、あたい。遊べない。遊べない。でも割と最後にやっていったって、綺麗にできてます。うん、プラスチック。アベンジャーズ、エイジオブアルトロン、ハルクバスター。これ映画は2015年の5月にアメリカで上映。で、日本では4月に上映するはずだったんだけどな、7月に延期、うん、したみたいですね。これは、ハルクがスカーレット・ウィッチに頭の中まで、ってなんか魔法をかけられたみたいな感じになった時に頭がおかしくなったっていうか暴走したハルクに対抗するためにトニー・スタークがこれでこのハルクバスターでハルク戦闘したんですね、街中で。あれは多分アフリカの街中、また見たくなりましたね、映画。これはこれでこう足もこういう感じでどでかいし、安定性があるからこうドーンって飾るって感じですかね。裏にテープでもつけて、ダッシュボードの上にこうやってつけて、ちょっとでかいけど運転してるときこの頭がうーん、バヨーンってなるから面白いんじゃないかなって思うんだけどね。やっぱりホットトイズ、ホットなおもちゃでございますので、もしよかったらどうぞ。おー、うわー、うわー。ね、後ろこういうふうになっておりますよ。なんだろう、もうちょっといい感じに撮りますね。トイズトイズグで効果回復出しておりますので、よろしくお願いいたします。 Facebook、Twitter、フォローお願いします。プレスだとかあれ概要欄に書いてありますので、よろしくお願いいたします。それではラウス。 And please チュク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 。それでわー、やってて、それで地面にガーってやるパンチすると、ことすりっ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 で、ああ寝なかったんですよ。それでなんかほっぽり出して、それでなんかうーってなったら Sorry ごめんとか言ってね、トニーがね、中でね言うんですよね。トニーさんはもう本当に面白いわ。これがね、ビョンビョンビョンってなるだけなんでございますよね。ちゃんとあの光るやつあります、あります。で、これはあの胸の光るやつね。後ろ、あ、首がない。あった、細かいっちゃ細かい。あ、さっき言ってた。
ほら、こういう風になってんだよね。なんでだろう。ちょっと悲しいわ。ハルクバスターでした。